チェルシーは28日、昨季限りで、パリ・サンジェ・マン、PSG 退団となったブラジル代表 DF チアゴ・シバの加入を発表した。クラブの公式サイトで得られている。今シーズンのチェルシーはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し見中、PSG 退団が決まっていたシウバは、23日に行われ、UEFA チャンピオンズリーグ、CL 決勝バイエルン・ミュンヘン戦に出場。PSG は0、1の敗戦を喫し、悲願の初、勝ちを逃した。CL 終了後、シウバには、PSG との契約延長、可能性も報じられたが、結局チェルシー加入、なった。クラブの発表によると、シウバの契約、まは1年間。さらに1年間の契約延長オプション、付帯しているという。チェルシーは、今夏、積極、強に動いている。すでに FW ティモ、ベルナー、MF、キムツイエク、DF、ベンチルーエル、DF マラング、サールを獲得。シウバを獲得したチェルシーが、レバークーゼンに所属するドイツ代表 MF か、ハフェルツ獲得で、すでに合意に達し、あと、正式発表を待つのみとなっていると報じられている。チェルシーは、今季のタイトル獲得へ、けて着々と補強を進めている。りょう。